祭り？この前言ったじゃん、綿流しのお祭り。リカちゃんはそのお祭りの実行委員さんなのね。はいです。で、その綿流しって何なんだ？傷んで使えなくなったお布団とかドテラとかにね、ご苦労様って感謝して供養しながら沢に流すお祭りなの。なんか退屈そうなお祭りだな。退屈どころか、今年もやるぜ綿流し祭四強格闘。なんだそれ。圭一もいますから今年は五強爆闘になりますです。五？日頃の部活で培った実力をご披露するのでございますわ。つまり露店巡りをしながら部活動をするわけです。なるほど。